見えるわ。地獄から這い出てきた手があなたを引きずり込もうとしている。え？ああ、恐ろしい。このままじゃ最悪の人生になるわよ。自分でも分かってたからこの LINE 霊視サイトに来たんでしょ？あ、はい。ポストにチラシが入っていたので、それと私を知らない人に客観的に見ていただきたくて。あら、あなた私と同じ霊感があるのね。あなたが占いをしている姿が見えるわ。やっぱり分かっちゃうんですね。もちろんよ。あの、レイハ先生が知人にあまりにも似てるのですが、でもそんなはずないんですよね。それはね、他の人に見えるように私がコントロールしてるからよ。あなた程度の能力じゃまだできないわよね。すごいです。私にはとても無理です。未熟すぎて恥ずかしいです。あら、あなたもそこそこの能力があるじゃない。それよりあなた、このままじゃ本気で大変なことになるわよ。あなただけじゃない、家族にも大きな不幸が訪れるわ。え、何が起きるんですか？もう不幸は始まってるわ。あなたお客とトラブルになったのね。そのお客が車で事故を起こして仕事も失ってうなだれてる姿が見えるわ。あ、はい、その通りです。これは序章でしかないの。ここからが本当に大変よ。ああ、見えてきた。家族の男の人が見えるわ。その人が事故に巻き込まれる。痛い、苦しいってもがいてる姿が見えるの。父に何か起きるんですか？そうね。車、瓦礫が見えるわね。大きな炎に包まれている家も見えるわ。あなた、自分のことは見えないタイプなの？はい。他の方のは見えるのですが、自分のことは全くダメです。ご家族のことも見えないなんてことはさすがにないわよね。普段は感じるのですが、今回は何も。男の人ってやっぱり父ですか？炎って火事のことでしょうか？あ、どうしよう。かなり悲惨な状況になるのは間違いないわ。人の人生を変えるのはあまり好ましくないのだけど、一つだけ方法があるから試してみる？初めて LINE で会話しただけの私を信じられるのなら、特別に教えてあげるわ。信じます。私、相手が他の人に見えるなんて初めてなんです。それに、家族に不幸が降りかかるのは全力で防ぎたいです。そう。だったら救ってあげる。いいえ。あなた方、家族を救ってあげるわ。ありがとうございます。何をすればいいですか？私が願いを込めたお守りを送るから身につけなさい。普段他の人にはしてないから絶対に内緒よ。わかりました。助かります。ああ、相談してよかった。霊視とお守りのブレスレット代で58,000円。安いでしょ？すぐに送るから決済ページに移動して。オンライン決済してちょうだい。あの、ちょっと高すぎませんか？占い代って3000円ですよね。10分3000円で20分占ったから6000円よ。少し時間オーバーしたけど、その分はサービスするわね。ということは、ブレスレットは5万2000円ですか？そうよ。ああ、いけない。消費税つけるの忘れちゃったわ。税込みにすると63,800円ね。転落しそうだった人生が救われるんだもの。安いじゃない。今すぐ決めなきゃダメですか？何を考える必要があるの？嫌なら買うのやめなさい。その代わり、どんな恐ろしいことが起きても知らないわよ。はい。でも、ふーん、家族を見捨てるんだ。それは、わかりました。購入します。それでは、私からは以上なので、失礼するわね。あなたとご家族の幸運を心から祈ってるわ。またいつでも相談しにいらっしゃい。あ、そうそう。私を指名するときは次回から指名料がかかるから覚えといて。はい、わかりました。お力添え感謝します。レイハさん指名でお願いします。お待たせしました。先日はありがとうございました。お守りってブレスレットなんですね。これすごく小さくてガラスみたいに見えるのですが。あなた霊能者のくせにわからないの？それは水晶よ。しかも特別で希少価値の高い水晶。日本で、いえ、世界で手に入れられるのは私だけなの。本来は一粒5,000円もするものを特別価格でお譲りしたのに残念だわ。そうなんですか？あなたに邪悪なものがまだまとわりついてるからそう思うのね。私のパワーを込めたお守りを持ってもダメだなんてどうしたらいいかしら。このままじゃあなたを守りきれなくなるわ。え、そうなんですか？嘘や偽りを言うわけないでしょ？あら、また見えてきた。
車の事故を起こした人から仕事を妨害されたのね。しかもその人はあなたのお店のオーナーが訴えた。今その人は暗くて高い塀のある場所にいるのね。そうなんです、個人情報なので言えないのですが、いろいろあって。その人からの強い念があなたを不幸にしてるわ。早くブロックしなくてはいけないわね。さてどうしようかしら。もうこうなったら奥の手使うしかないわね。特別にもう一つお守りを授けるわ。あのすみません、それってお高いですか？あなた何言ってるのよ。どん底の人生が救われるのよ。確かにそうなんですけど、先日もお守り買ったので今月も生活費が少なくて。それなら大丈夫よ、安いから。たったの15万。え、15万ですか？前回よりずっと高い。今の私には無理かもです。大丈夫よ、決済サイトであなたカード登録してあるから、リボ払いにすればいいじゃない。ローン？嫌ならいいのよ、無理することないわ。この先の人生、自分の力だけでどうなるのかしらね。ああ心配だわ。あら、もう20分過ぎちゃったわ。お時間なので終わりにするわね。本当に残念だわ、かわいそうな人。待って待ってください、買います。そうね、その方がいいわね。5分過ぎてるけど、その分はサービスしてあげる。感謝しなさい。20分で6000円と指名代2万円をプラスして17万6000円になります。では決済サイトでお支払いしてちょうだい。指名料って2万円なんですか？そうよ、人気の霊能者なんだから当然でしょ。文句ある？それとも不幸になりたいの？いえ、それは困ります。わかりました、お支払い手続きします。あなたなんでカード決済無効にしてんのよ。そんなに不幸になりたいの？商品すら返品しないなんて、なんて常識ない人なのかしら。商品は手元にないので戻り次第お返しします。それどういう意味？ちょっと預けてあるので。それより本当は霊視なんてできないですよね。はあ？私のこと見くびらないでちょうだい。私の本当の姿も見えないくせに生意気ね。それが見えちゃったんです。どういう意味よ先生。いえ、あなたはうちのお店にいらしてた浜野さんですよね。あまりに言い当てるから最初は本気で信じちゃいましたよ。あら、その人はあなたのお店のオーナーに訴えられて服役中でしょ。さすがご本人。でも違いますよね。私もそう思い込んでいたのですが、刑の執行が猶予されてるんですよね。もしかして私への仕返しですか？証拠でもあるの？では現実的な証拠から。水晶だって言ってたブレスレット、鑑定士に見てもらったらガラス玉でした。それと先日送っていただいたお守り、またガラスの指輪でしたね。これ玉が大きいので私でも分かりました。本来水晶って下に物を置くと逆さに見えるんですよね。そうなの？ご存知なかったんですね。そして非現実的ですが、もう一つの証拠は私の霊視です。人によりますが、私の場合右脳で霊視するため左目を使います。左目に集中するとどんな場所で何をしているのかが見えるんです。例えるなら、目の前にスクリーンが降りてきて映画を見ているような感じです。ちょっと非現実的でご理解いただけないかもしれませんが、私にとってはこれが一番確信できるものです。ふーん、そう、それで？車の事故やお店のトラブルを知っていたのも全部浜野さんご自身のことですから、知ってた当たり前です。そうよ、あなたの言う通り、私は浜野よ。そんなに見えるのに、なんで私ごときに騙されたわけ？浜野さんの事故を防げなかったこと、ずっと悔やんでいたんです。ずっと私をご指名してくださっていたのに、救うことができませんでした。浜野さんがお店の悪口を SNS で流して、うちのオーナーが訴えた時も阻止できなくて、仕事や家を失った浜野さんに手を差し伸べることもできませんでした。その悔やみきれない気持ち、そして浜野さんは実刑判決を受けて塀の中で罪を償っているのだという思い込みが私の目を曇らせました。まだまだ未熟だなと実感しています。私の人生狂わせたのあなたなんだから、ずっと悔やんでなさい。とても失礼ですが、身から出たサビです。私の父まで脅す材料にしましたよね。これは到底許せる行為ではありません。なんて言い草かしら。ちょっと悪徳すぎますよ。私が落ち込んでいるところにつけ込んで、私の家のポストにチラシまで入れて脅した挙句、高額な商品まで買わせるなんて許せません。そう、それで何が言いたいの？
まだ反省してないんですね。今度はきちんと塀の中で自分がしたことを反省してください。どういう意味よ。弁護士つけて詐欺で訴えることにしました。そのために証拠品として送っていただいた商品を預けてあります。刑が猶予されている期間の犯罪なので、弁護士が今度は10年以下の懲役と言ってました。それって刑務所に入るってこと？それはさすがにやりすぎじゃない？やりすぎじゃありませんよ。自分の罪きっちり償ってくださいね。ちょっと考え直さない？そうね、確かにやりすぎたかも。最初にもらったブレスレットのお金も返すから見逃してよ。いいえ、このままでは大変なことになります。大変なことって？私には浜野さんがホームレスになってる姿が見えるんです。ケーキを終えた後の姿だと思います。そんな。そうならないためにもしっかりと自分のしたことを反省してください。だったらお守りちょうだい。あなたのパワーを入れて私を守って。そんなものを作ってません。言いたいことがありましたら弁護士に伝えてください。こちらの LINE はブロックさせていただきます。待って、ブロックしないで。もう少しだけ話を聞いて。私、刑務所もホームレスも嫌よ。その後、レイハを名乗っていた浜野さんはすぐに収監されました。今度はさすがに執行猶予はつかず実刑判決になるようです。檻の中でしっかりと反省してホームレスになってしまう未来を変えてくれるといいのですが、私は夢が叶い自分のお店を持つことになったため、その準備に奮闘しています。多くの人の幸せのために自分の力を活用できたらと願っています。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。